まあ、妻側からすると、もう大変な振動になるんですよ。本当に。不倫解決のコツは笑うこと。こんにちは。不倫解決カウンセラーの川村です。はい。今日もですね、夫の不倫、奥様の不倫をどうやったら解決していったらいいのかということを中心にお伝えしていきたいと思うんですけども、今日ですね、不倫解決のコツは笑うことが笑えないことにの、内容なんですよね。というのが、今日はですね、10代女性との不倫の代償ということをお伝えしていこうかと思います。で、不倫相手の年代というものは本当に様々なんですよ。今までの10年間7000件以上のカウンセリングをしてきた中で、9年かな、中で、10代との不倫というのはなかったんですね。10代の お相手が不倫女性というのはね、ないけども、お相手が20代以上、20歳上の女性との不倫というのはありました。どっちにしても、この10代の女性との不倫というものは、あまりにも失うものが多すぎるんじゃないのかなって私は思います。それこそ今まで本当に何十年何年間といって積み上げてきたその信用信頼というものが大きく社会的な信用、人間的な信用を含めて失うものなんですけども、まあ、ただその不倫恋愛というものは一種のその精神病の一つなんじゃないかなと思うわけですよ。その理性を失ってしまうというもので考えると、まあ、精神病の一種としてね、扱ってもいいんじゃないかなって私個人としては思うわけです。どちらにしても、その相手が10代にしても、相手が20代上にしても、どっちにしても私たち、そのされ妻さんからしたら、やっぱ不倫というものはね、とても心が傷つくし、やっぱり私たちだけじゃなくても子供も傷つくと思う問題なんですよね。そこで今日はですね、10代女性と不倫で男性が陥るリスクというものを動画にしていきたいと思います。その前になぜ10代の女性と不倫をしてしまうかについても、私の見解というものを、ネットで調べた見解もあって含めてですね、それもお伝えしていきたいと思います。で、不倫というものは、私が思うにはですよ、男性だけが悪いわけではなく、不倫というものは、そのお相手女性です。もちろん私たち妻側にも問題があるかと思いますけども、そういうこう共同の責任だということも忘れないでいてほしいんですね。なぜなら、まあ、10代の女性でもやっぱ積極的にね、自分から積極的にその既婚男性にその肉体関係をね、迫る女性もいるんですよね。なのでやっぱりその不倫というものは、共同責任だということを今日はね、しっかりと覚えた上で、頭に置いた上で今日の動画をご覧になっていただきたいと思うんですね。で、今日の動画の最後の方ではですね、実際に私の周りでね、起きたその10代女性との不倫問題について、私の本音を語りますので、最後までぜひご覧になってください。はい、ということで、最初に10代女性と不倫をしてしまう理由ということで、一つお伝えしていきたいと思います。これはですね、やっぱり何と言っても、若くて何も知らないから、だと思うんですね。で、まあ、男性関係が派手な女性ってないかって、10代の頃から、10代の初めから、その性行為をやってる女性って、まあ、多分、その男性関係がね、少ないと思うんですよ。まあ、よくあっても、まあ、片手に収まるぐらいじゃないかなと思うわけですよね。で、片手で収まるその10代の、その性行為の相手はですね、やっぱり同じ10代ということが多いかなと思うんですね。そういう時に、いわゆるその自分よりも10歳も20歳も年上の男性とそういう性行為をやるっていうことになってくると、その10代の女性はいわゆる自分が経験したことのない大人のいわゆるセックスをしてくれるんじゃないかっていうふうに思うのが10代なんですよ。で、しかも私も若い頃も付き合う男性が全て年下。まあ、よく言っても同い年と1個上ぐらいだったんですね。まあ、でも、その私が10代の時に、まあ、いろいろ考えてみたら、自分よりも15歳上、20歳上となれば、どんなに素晴らしいめくるめくそういう成功をやってくれるんじゃないかとか、いう期待も若干あることはあると思うんですよ。でね、そういう10代の女性が20代後半とか30代とか40代の男性から見れば、言ったら自分の好みでその女性の体を調教できるわけじゃないですか。自分好みで、まあ、言った染めることができるっていうことも、まあ、大きな理由だと思うんですね。で、まあ、やっぱ男性っていうものはどの年代でもやっぱ初物が大好きだったりするじゃないですか、初物ね。なので教えてあげたいとかいう気持ちが、まあ、自分の理性を失わせてしまったんじゃないのかなっていうこともあります。うん。で、特にですね、やっぱり家庭の中で自分の居場所がない、旦那さんにとって、その夫にとって、まあ、理性なんかどうでもいいと。ね、なんかこの女性が、俺のことを、まあ、頼ってくれるっていうふうになると、まあ、ここもまた理性を失うこの大きな理由かもしれません。次2番目が自分だけを愛してくれるからっていうことなんですよね。うん、でこの10代女性というものはやっぱりもう学生であったり、まあ、働いててもやっぱ社会経験がそんなに少ない女性が多かったりしますよね。なのでとにかく連絡がまめだと思うんですよ。まあ、10代ってずっと携帯持ってるじゃないですか、まあ、持ってる人が多いと思うんですね。でとにかく連絡がまめで全てにおいて一生懸命な女性が多かったりします。まあ、感情もストレートに表現してくれて、30代とか40代になったその旦那さんにとったら、まあ、自分がね学生時代の恋愛体験をなんかもう一回経験してるかのようなそんな錯覚にね陥るのかもしれません。うん、30代40代とかなってきて、まあ、結婚生活も10年20年になってきたらやっぱりこう一生懸命にこのストレートに感情をぶつけられたらね、まあ、理性も失ってしまうのかなと、そして取り返しをつかないことになってしまうのかなというふうに私も思います。はい、で次10代の女性との不倫をするリスクなんですけども、このリスクがね 1,2,3,4,5 5つあえて挙げさせていただきました。で、まあ、順番にちょっと言っていきますね。1番目が18歳未満は犯罪になる可能性が多いということなんですね。で、この警視庁のホームページから引用するとですね、淫行の処罰規定というものがありまして、それ読み上げますね。青少年とのみたいな性行為または性交類似体験をしてはなりません。違反した場合は2年以下の懲役または100万以下の罰金となります。みだらな性交または性交類似体行為とは、まあ、簡単に言うと自分の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交または性交類似体験行為ということらしいんですね。でこの18歳未満というのがじゃあ18歳は入るのかということなんですけども、まあ、17歳を18歳未満ということみたいですね。うん、で、まあ、この18歳なのか17歳なのかってこれすっごい曖昧だと思うんですよ。例えば高校3年生ってね、その18歳か17歳かっていうこの境目ってものすごくあると思うんですね。4月に生まれた4月2日の誕生日の18歳と、12月31日前の18歳とここに大きな差があると思うんですよね。なので私ここのねこの、警視庁のこの、規定を作るんだったら高校生未満にしてほしいなと私は思います。で2番目は社会的信用を失うということなんですね。これ最初の方にも言ったと思うんですけど、やっぱりねお金で買えないものが1つあるとすれば、それはやっぱり人間関係の信用信頼、あとは子供たち家族からの信用信頼だと思うんですね。でこの信用信頼というものは気づくまでに本当にものすごい時間とエネルギーが必要だったりするわけじゃないですか。でも失う時っていうのは、まあ、本当こういうこうね、まあ、10代の女性との不倫関係で一瞬にして失ってしまうものなんですよね。うん、でなおかつ言うんであれば一回失った信用信頼というものは、いつから気づくよりも新たに気づき直すっていう方が本当に何十倍何百倍のエネルギーと時間がかかってしまうんですよね。でこれは何も相手が10代だけに関係なく、私たちされ妻さんされ夫さんも同じようにやっぱり信用信頼関係を築くまでにすっごい時間がかかるんですよ。なので私はね2回も同じことがあるとすっぱりと離婚すると決めております。はい、はい、次3つ目は可愛い子供たちとの未来ということなんですね。でね、ここが一番失うもので一番大きいかなと思うわけなんですよ。で、どういうことかというと、子どもたちの未来に大きく影響を与えてしまうんじゃないかなと思います。やっぱり戸籍上に離婚を、親が離婚をしたりとかすると、戸籍上に、傷が残るわけですね。で、そして、もしかしたら、例えばその子供が大きくなって、ちょっといいお家のところにね、嫁ぐに行くとか、そういうことになってきた時に、やっぱり身辺調査みたいな、やっぱり未だにあるみたいなんですね。で、そういう時に、自分の父親がね、その10代の若い女性と不倫をしてしまって、体の関係を結んでしまって、で、両親がそれが原因で離婚をしたということが、分かった時の子供の心のこの傷っていうものは、多分一生残るだろうし、なんならそれが原因で破談になってしまうということも考えられなくはないと思うんですよね。なおかつその子供たちの結婚観も大きく変わるんじゃないかなって私は思うわけです。4つ目は、妻側からの慰謝料請求はできないことで、怒りが、増幅してしまうってことなんですよ。でね、これはね、私たちされ妻さんからすれば、不倫した相手への責任問題ですね。責任はどこの国でも、どこの国の法律でも、やっぱり慰謝料という、このお金で責任を取ってもらうっていうことが多いと思うんですね。だけど、例えば、その支払い能力がない10代の女の子に対して慰謝料を取るっていうことが難しいみたいなんですね。謝罪の形であるその慰謝料が取れない上にですよ、自分の子供たちの未来がぐちゃぐちゃになる可能性があるじゃないですか。その方が大きいじゃないですか。ということで、私たち妻側の怒りが増幅してしまうっていうのは当たり前だと思うんですね。でね、このいろいろ調べてる中で、やっぱり弁護士が書いてあったのが、10代でもその女性に対する責任問題であって、その女性の親が責任を取るっていうことはできないそうなんですね。もちろんその親が子供に代わって責任を取るっていうのは、この話は別ですけども、そういったことが書いてありました。で、5番目は、10代女性の不倫の親はやっぱりということなんですけども、でね、これね、どういうことかというと、不倫をしてしまう女性の多くは、いわゆる家庭の問題というのが多々あります。あることが多いんですね。例えば、親が不倫をしてる子供であったり、親がすごく不仲の子供であったりっていうのは、やっぱりどこか心の中にこの穴があるんですね。大きな穴がある。で、その大きな穴があると、その心の穴を外から埋めようとするのが10代だったりするんですよ。だから、若くして性行為を繰り返してしまう子供たちっていうのは、やっぱり親の育て方、親の、夫婦の関係というのが大きく、影響するということが考えられると私は思います。で、普通の親じゃない親を持った、その不倫女性との戦いですよね。私たちされ妻さんがね、戦いっていうのも、妻側からすると、もう大変な辛労になるんですよ。本当に。これ私のクライアントさんでも実際にそういうことがあります。自分の子供があなたの旦那さんから誘惑をされたからこういう関係になった。そもそもあなたたちの夫婦関係が悪かったから私の娘が、言うたら被害者だ。いわば被害者だというふうに言う親がいます。被害者にしてもその性行為はやってしまったのはその子供の問題ですからね。これは正直な意見です。でね、私の周りでもね、最近その不倫問題があったんですよ。10代の女性と40代手前じゃないかなと思います。で、なので今日こんな動画を作ったわけですけどね、私の周りのね、人間がね、その、過ちを犯した、多分40代手前じゃないかな、の、その男性に対して、こういうセリフを言ってたんですよね。なんか、そんな人じゃないと思ってたとか、信用してたのに裏切られたとか。言ってるのを聞いて、私とっても不快感を感じたんですよ。もちろんその不倫をしたっていう事実は悪いんですけども、悪いんだけど、それは奥さんとその旦那さんと不倫女性の問題であって、その私たちがその信用してたのに裏切られたっていうのは、これね、ある意味、ありがた迷惑だと思うんですね。だってよ、その不倫をしたその男性は信用してほしいとか、言ったわけでもないのに、自分勝手にですよ、その人を過度に期待をしてたわけじゃないですか。で、これって例えばですよ、アイドルね、アイドルが恋愛をした時にオタクの人たちがよく言ってますよね。なんか裏切られたって、俺だけのなんとかちゃんなのになんか恋愛するなんて信じられないとか言ってるじゃないですか。オタと同じレベルじゃないかなって私は思うわけですよ。なんか裏切られたってなんかちょっとおかしいなって私は思います。はい。ということで、今日はですね、ジョダンの不倫ドジャーとの不倫の代償ということで、いろいろお伝えしました。もしね、ご意見等あれば、コメント欄にお願いします。はい。ということで、この動画では、不倫をされた奥様、旦那様向けに、どうやったら夫婦円満、家族円満になれるのかということを中心にお伝えしております。もしよかったら、グッドボタン、それとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。また。